ロンバルディアコロシアムよりお送りしています。フットボールいよいよ試合開始です。ヘッドパス、バティストゥータ、マラドーナ、バティストゥータ、ここはキーパーがキャッチ。バラック、カレーノ、走り込んできた、放り込んできた、高く上げた、ジャンプ、ネッター、ファーサイド、合わせた、ガンガンプレスをかけます、折り返した、ブルチャラ、シュート、これは決めてほしかった。ドリブル、イエス、ゴール、エクセレントゴール。シメオネ、バティストゥータ、オフサイドの網にはかからない、中に絞ってきた、ネッター、いっけいっけ、ドリブル、センタリング、ブライトン、ヘッドでつないで、ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半開始の笛です。マラドーネ、いけ、ゴール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 、ダイナミックボール、着実に点を重ねます。さあ、ねじ込んだ。
これはファールです。バラック。ジェイマン、コーナーキックです。後半15分経過。バティストゥータ。ニアサイド。ハイボールを競り合う。これは危険だ。ミューアー。流れを止めた。ナイスセーブ。リザーブの選手が体を動かしています。カレーム。選手交代がありました。あと10分です。速攻。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。ジャンプ。主審笛を吹いた。これはレッドカードでしょう。非常に危険なタックルでした。キーパーが壁に指示を出しています。取り持ちドリブル。味方を探してますよ。ギュー、見たか、ゴール。得点は3対0。カルチ。圧勝です。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ、大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。